はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編19章やっていきたいと思います。まあまずは疲れを癒すために、いきなり疲れてんのかって感じだけど、温泉に入ろう。いやー、旅の疲れは温泉で癒すに限る。あ、3人いる。3人。あれ、てかこれどういうこと？あ、男じゃね？あ、ミカミックスだ。あれなんて珍しいね。一緒に入る？尻尾ちゃんと生えてんな。なんだ、なかなか大胆だな。いいぜ、もっとこっちに来いよ。ミカミックス、で出てけよ。ガルーの水浴びは男女別々だ。あ、すいません、すぐ出ますから。てかさ、ここに入る前に気づけよ。もっと早くわかんだろう。こんなことあるんだ。男どものところに。これ逆パターンってあんのか？まあいいや。19章やっていきましょう。滅びの町、クリムゾンの死の衝撃を引きずりながら、一行はトーマ王国に足を踏み入れた。そこでミカミックスたちはアクアからトーマの真実を聞くことになる。ゴー。これクリムゾン絶対死ぬのかな？クリムゾン使ってた人結構ショックだろうな。ま、俺は使ってなかったけど。今はこんな荒れ果てた場所になってしまっているけれど、昔はトーマ王国も静かで平和な国だったらしいわ。白夜王国とアンヤ王国とも王族レベルでの交流があったぐらいに。何？それは初耳だ。白夜王とアンヤ王がここを知っていたのか？ええ。白夜王国の真実の玉座もトーマ王からの贈り物という話よ。でも、トーマ竜、ハイドラの暴走でこの国は変わってしまったの。なあ。アクア、どうしてそんなにトーマ王国について詳しいんだ？そうね。そのこともみんなに話すべきね。ついてきて、みんなに見せたいものがあるの。何を見せてくれるんだ？全然わからん。遺跡的な感じ？兄さん。この石像は、父上が崇めていたものと同じだ。それはトーマ竜ハイドラよ。白夜王国に光竜、アンヤ王国にアン竜、そしてトーマ王国にはトーマ竜ハイドラがいた。ハイドラは全てを見通す知恵の竜で、この国の祖先に竜の血を授けた太古の神。しかし父上はなぜトーマ竜を崇めていたんだ？残念だけど、ガロン王はすでにこの世のものではないわ。何？いい。トーマ竜ハイドラは死者の肉体を操ることができるの。今のガロン王はハイドラの呪力に生かされて利用されているだけ。そう、トーマの眷属と呼ばれる存在なの。トーマの眷属。ええ。ガロン王はハイドラの操り人形として世界が滅びるまで戦争を続けるつもりよ。そんな。操り人形だって？だから父上はあんな風に。クソ、ハイドラってやつは一体何を考えているんだ。ハイドラの目的はアンヤと白夜の共倒れよ。すべてを滅ぼし自分が統一王になることなの。前触れもなく現れる見えない敵のことは知っている人もいるでしょう。あれもトーマの眷属、トーマ王国の兵士なの。魔導士の力を使って水場を介し表の世界に眷属を送り込む。見えない兵が戦いを仕掛ければアンヤも白夜も相手が攻撃したと誤解するわ。当然のように反撃が始まって戦争に突入するというわけか。以前私たちがアミュージアで争い合った時と同じように。分かったぞ、世界を救う方法というのはトーマ竜を倒すことか。そうね。私たちの最終目的はそこになるわ。なるほど。ではもう一つ教えてもらおう。アクア、お前は何者だ？私は王女、トーマ王国の王女なの。まさか。アクアがこの国の王女だと？ええ。けれど今の私にトーマ王女としての地位などないわ。王であった私の父ハイドラに殺され、国は奴の手によって滅ぼされてしまった。それで母は私を連れて表の世界へと亡命したの。今から私の知っていることを全て話すわ。母から聞いたトーマ王国と国を滅ぼした憎き悪魔、現トーマ王ハイドラのことを。昔々、
あるところに、あれなんか戦闘画面になってるぞ。トーマの呪いか、あれ。はい、何カットされた感じ。それでこの国に来るまで何も話すことができなかったんです。そうか、これで全ての事情は分かった。あとは私たちが一丸となりトーマ流ハイドラを倒すだけだ。一丸となりか、うん、どうした龍馬王子、何か気になることでもあるのか。ああ、実は助けてください。誰か誰か、ロンタオ、誰だこいつ、初登場だな。子供が追われています、みんな助けに行きますよ。あのそこの方たち、お願いです、助けてください。怪しい、先に切るべきだ。あれ。いきなり始まった。ということで1,2,3,4,5,6,7,8 人しか出れねえじゃん。これ待ってよ、どうする。龍馬とマークス外れてんのはかなり危険だな。回復は絶対必要でしょ、だって桜入れとくでしょ。夕霧外すか。アシュラ外して、カミラ外して、龍馬外して、マークス外してじゃねえや、入れて、椿いらない、椿の代わりにアシュラ入れよう。モズメ入れる。夕霧どうしようかな、レオンにしようかな。そうするとフェリシアにしようかな。フェリシアもなんだかんだで弱いっちゃ弱いけどな。ただ俺のお気に入りキャラだからなこいつ。じゃあこれでいって、あとはまあちょこちょこドーピングすればいいか。はい、オッケー。てかドーピングアイテムがもうねえな。まあいっか、戦闘開始。いい、ミカミックス、敵を相手にする必要はないわ。突破して先を急ぎましょう。それにこの地の龍脈は奇妙な力を感じるわ。どういうことですかい。うまく使えばこことは全く異なる地へ影響を与えることができるかもしれない。なんかすでに戦闘目的が書いてあるな。下の方に20体内に、味方離脱か敵将撃破。これはもうもちろん敵将撃破だろう。あ、どうせこれあれだな、多分アンヤ王国であったギュンターのやつと同じっすね。ここら辺に味方がブジョーンって写し見で出てくる感じか。敵の数はめっちゃ多いな。いや、これはもう殲滅戦だ。行くぜ。マークス攻撃だな。まずここのやつらをぶっ倒す。強い、47か。後陣を敷いてんな。後陣敷くか。そうするとあとはヘリシアで後陣敷くと魔力速さ幸運で、主人公は右から突破していくか。もうお、倒せるか一発で。57。で、龍馬と誰で組もうかな。モズメあたりでいくか。守備3上がんな、力も3上がんな。いいね、よし、これで龍馬は上を突破して、で援護キャラとしてこいつらはちょっと一旦ここら辺で待機しよう。 OK、 マークスで攻めた時7食らうか。おお、ガードしといてよかったな。いや、クリティカルが出た。倒せるか。倒せるな、よし、ラッキーだったな。レベルもアップしたし、チャリーン。でこいつ、あ、倒せないんだ。うわ、とりあえずガードゲージが溜まったから次はしのげる。あぶね、サンダーしのげたのはでかいな。13か。そう、マークスそこまで今見たら魔法防御高くなかったからな。あー、13食らうか。
おお、こさラッキー。結構向いて、運が向いてるな。20ターンだったらでも結構早めに、てか長く何言ってんだ、長めにターンがあるから余裕はありそうだな。いやでもやっぱり龍馬だな、超強えわ。決まった。勝負あったな。そうするとモズメとかが全然上がんないな、これレベル。おお、しかもめっちゃ上がったし。無駄なんだよ。てか命中 9% って。見事だった。あ、さくらが狙われたか。しまったな。あれを見てなかったな、敵の行動範囲を。まあこれは奴らに任せて、俺は下から行くか。サンダーソード。てか敵が何を持ってるかだな。アイテムとか持ってたらちょっと、あー、陣内の薙刀とかか、結構いいな。金も持ってんな。やっぱりちょっと写し身使うか。龍脈。え、一人だけ？全員来るよね。あー、全員いる。そうか、ヒットポイントとかはそのまま継続だからか。倒せるやつを倒していこう。90。負けられんからな。タックミでぶっ倒すか。こいつらもクリティカル率めっちゃ高えな。恨まないでよ。レベルアップ7レベルか。魔法防御こいつ8しかねえんだ。さくら無理か。自分で自分を回復させたいけど、一回超合薬使っちゃおう。もこれ超合薬とかもう全部あれかな。ああ、全部共有だな。ここが回復床だから、ちょっと同じ布陣でいくか。エリシアと、あ、墓地隣しかできねえから、ちょっと待って。こいつはどこまで来る？わ、結構狙ってくんな。待つか。いや、モズメ、どうしようかな。こいつとこいつと組ませると防刃速さ4。あー、これでいくか。じゃあで、モズメはこいつと組ませる。すっげー上がんな。で、ペリシアはこいつと組ませて、こいつはここにいて応援で、マークスちょっと減ってっけど、主人公を上から迎え撃つか。龍馬ここにやって、マークスここでいいや。で、一旦これで終了でいいかな。こっちに来た。一緒に行くで。てかさっきのさ、一般人どこ行ったの？あの怪しい一般人。トーマ王国ってまだ人いるの？だって かなりもう滅びた町っていう題名からして、村人とかいなそうなんだけど。来たな。あー、やっぱ結構食らうな。サンダーかわしたけど、これででも回復できるからな。やっぱね、射程1、2っていうのがいいっすよね。弓は射程2だけなんで、1に潜り込まれると反撃ができないっていう。負けられんからな。おお、うつしみのレベルが上がったってどういうこと？うわ、敵いっぱいいるな。おお、いいね。キラキラキラーンと。うつしみが回復すれば、だって本体回復するでしょ。
ほら、ちょっとさくらレベル上げよう。超弱ってる。トーマ兵、君たちも大変だな。安らかに。で、こちらもガンガン来るな。いいや、主人公なら大丈夫でしょ。サンターソードにするか、うーん、こっちにしよう。反撃できない可能性があるけど、道を開けてください。しょうがない。うまくいきました。で、龍馬も上から攻める。これ何なの、湖か。まあ20ターン過ぎそうになったら撤退すればいいんだから楽勝だな。さくらでまた攻撃するか。なにー、こいつは魔法キャラか。うおー、つえー、どうする。そうなんだよね、魔法防御がね足りないんだよ。ライナロックって何だって。おお、貸した。終わりです。安定の2回目でこれ出るな。先に出ろよっていつも言ってるけど。で、龍馬前線出そう。もうマークスなんかもう一回回復させたい気もするけど。始めるぞ。ほい、おやすみなさい。イエーイ。そっか、こいつらも経験値入るからな。金もゲット、いいね。こんなもんか。無駄無駄無駄。これ下げらんないよね、ガードしてっから。いい相手だった。ピューンってなったら詐欺だよ。もうならない。行くぞ。このゲージもあれか。共有か。あー、かわされた。 80% か。ペリシア、俺を守れ。よし。おうおうおお、やばいんじゃないか、こいつ狙われるのは。ナイスだ。クリティカル出なかったら倒せなかったな。さくらちゃんが、おーおおおい。全然上がらなかったよ。こっちいらない。冥境の歩みとかいうの持ってる。冥境の歩みって何、なんか強そう。やっぱ下を殲滅するべきだな。アイテムの宝庫だ。食らった。やっぱり防塵は大切だな。これ後陣で敵の攻撃2回食らうとかなりきついもんがある。ガードするだけだとフェリシアに経験値が入らないからな。増援が来た。増援が匠に出して大丈夫か、狙われそうな気がするな。まず弓兵を倒そう。どうしてさ一発目で出さないんだ。これはそういうプログラムなのか。そういう仕様なのみたいな。こいつらはもう完全回復してるから、っていうかさ、回復上のやつらでやればさかなり効率いいんじゃないか。下のやつらは攻撃して上のやつらで回復。主人公減っちゃったからな。今ゲージ溜まってるから大丈夫なはず。絶対勝てます。道を開けてください。23だと倒せない可能性があるな、一発で。あ、倒した。46倍。
おお、いいね、いっぱいアイテムくれるね。おお、すげえな、機動力がすげえなこいつら。マークスでこのメイドを倒そう。 78% か、相性が悪いからか。このメイド早いな、1回しか攻撃ができない。強者の暗記とか強そう。ボルトアクスゼロ、これ絶対かわせんのにさ。もうハンマー19か 0% だけど、 0% の時は防御ゲージ発動しないな。反撃ができん。まあでも食らわないか。いって、食らった。 25% なのにちょっとやばいな。集中攻撃を食らっている主人公が。これで5ターン目。まず倒せるやつは倒す。やっぱ厄介なのは魔法キャラだよな。これでフェリシアは経験値上がるっしょ。ガードしてなおかつ倒したから。龍馬、あ、全然ダメだ、届かねえ。こいつも届かないな。40食らうってことはまずないからな。さくらちょっと下に、行かせたかったけど、まあいいか。上はもう完璧に制圧できたな。じゃあ、映し見で、回復をしつつ、リライブだな。で、こいつをぶっ倒して、相手 25% よく当たるな。これでいいんです。主人公11レベルか。魔法防御15か。魔法防御に特化したやつがいないな。で、こいつもぶっ倒せない。マジか、50もあんのかよ、ヒットポイント。めっちゃ高えな。あ、倒したやったさすがだな、安定の匠。強い。おお、ウケベル A。 で、こいつらもぶっ倒す。結構食らうな。当たらないけど、カキン。これでアシュラも経験値はアップする。1しかわかんないけど。お、マジめっちゃアイテム手に入んな。33% か。当たったか。食らうとでかいな。いらんいらん、こんなもん。狙ってくるか。11、ただ8%だからな。うん、かわせる。 OK。 見事だった。あれ、龍馬カブとか外れてるぞパラレルプルフか。もう変えるからいらない。おお、やっぱり狙われたか。かわした。よしよしよし。で、まだ6ターン目でしょ。余裕じゃん。今日フェリシアにしよっかな。交代して。死にそうになるけど倒せんな。フェリシアで上げときたいレベルを。おお、めっちゃ食らう。でもこれさ、主人公に変えれば別に後ろの人はダメージ食らわないからねやっぱりね。こいつなんか危険マーク、キルソード。1残んかい。じゃあ匠で先に攻撃しとこう。いや、硬いしヒットポイント高いし。ああ、こういう時に限ってね、クリティカルが出ないんだよ。行きましょう。ほら、うまく
くいきました。敵そのものはやっぱ強いな。こっちも強いけど、ここでいいかな。あいつなんか危険マークついてんな。多分あれだな、なんか、うわ龍馬マジすっげー食らうんだけど、大丈夫かこれ。一応メーターが溜まってるから、12だろ、ヒットポイント減ってんの。こいつら全員来るな。いやちょっとこれ一回じゃあここで待ちだな。あれなんかこれでいくか。匠が狙われてかわして、テオノかよ。やっぱサンダーソードにしとこうかな。反撃できないのがちょっとめんどくさいな。きっちり狙ってくるからな相手。この二人が反撃できないってことはないから、オーラ。今減ってるのは匠、減ってる、回復させよう。そうか、自分も回復するんだ。で匠がこっから攻撃を仕掛ければまずこいつ倒せる。お前を殺す。OK。で、さくらでこいつぶっ倒して。力を合わせよう。これ。ナイスだ。これかわせたのがでかいな。上のさくらで回復しないといけないかなとちょっと思ったけど。で、こいつもぶっ倒す。サンダーソード。サンダーソードだと倒せないのか。ヒットポイント高すぎだろう。あ、普通にガードに入って倒せば経験値は手に入るんだ。うつしみだから喋んないのか。これマークスに任せんだろう。モズメの活躍が全然ないな。もう後陣に入る人は基本パラメーター上げになるから活躍の場がないな。これ上行こう。倒せるやつを倒していく。残んかい。マジか。まあいいや、ちょっとじゃあ下これほい。めっちゃ防御力高いんだけどこいつ。あ、倒した。しかもクリティカルが出た。逆コンボ。あーそうか、匠を狙われるのか。龍馬なんでこんな回避率高いんだ。うわすげえ来るな。食らうと16か。これはいってくれた。しかしおーおー終わりだ。決まった。兜がないとちょっとなんか様にならないな。いいね。バディクルフいらない。で龍馬減ってるからこれをこいつで回復させる。ライブってどんくらい回復するの。17か。まあそこそこだな。でここに固まってみんなすぐその回復に入れるようにしよう。さくらちょっと全然進めない。マークスこれ大丈夫なはず。先手必勝で倒せる。一緒に行くで。
加減はしない。馬どんだけ飛び跳ねたんだ今。終わりか。ビーストキラー。なんかすげえな。行くぞ。いやお前兜被ってなかっただろ。クリティカル画面では兜被ってるけど。一回兜が外れるともう兜外れること、あ、被ることないのかな。じゃあさくらに任せよう。しっかりしなよ。仕方ないな。で結構命中率の低いところを食らうな最近。あとはちょっと主人公を出していくか。サンダー 25%。 まずまたこいつで回復させて龍馬を。完璧で、ちょっと下のやつらで攻めるか。マークスだな、倒せないか。龍馬は一応倒せるけど食らうな。運が悪いね。食らわないな。よし。くっそ強えな。どうしようかな。交代でモズメに変えるのはどうだ。ん？ここで交代してモズメでいけば倒せる。私がいる。効かんよその程度ではな。うまいこと言ったみたいや。で匠じゃなくてこいつで倒せないか。倒せるな。大丈夫です。で主人公はもう少し前線に出そう。ジェネラルみたいなやつだな。これジェネラルか。ジェネラルだな。逆投げなと思ってる。回復するやついる。あと自分回復したいけどな。これ自分回復できないんだよな。まあいいや。来たか。うおー16食らうのか。食らったな。食らった。マジか。これは厳しい。ゲージが溜まってるけど。マジか、すげえな。うおーすげえ金持ってる。なんで 3% なんだこれ。なんか発動してんのか、アビリティ的なものが。いや本当にどうしよう。また来んのかよ。どんだけ湧いて出るんだよ。主人公が減ってくからちょっと交代して、交代して待機しないといけないのか。サクラで回復できねえし届かない。マジか。さくらを動かしてるのをサボってた報いだな。匠でいこう。援護します。いやお前には苦労させられたよ。自力で回復させるか。さくらで、あ、リブロを持ってたんだ。ちょっと一旦これで体勢を整えて。こいつらがいるからな。やっぱ龍馬だな。龍馬ここに出そう。うん、倒してくれる。鋼の剣だからか。鋼の剣って攻撃力高いんだよね。追撃できないってな。そういう武器だった気がするけど。能力が下がるのか。俺に任せろ。あ、食らったか。マジか。よし。オッケー。これでまた龍馬を回復させればまだ戦える。拷問だな。上で回復させて、下
北で戦わせる。さくら魔力はめっちゃ高えな。こいつらアイテム持ってる。あ、キラーアクス持ってんな。欲しいな、やっぱり。そうすると、まずちょっと匠でこいつぶっ倒すか。反撃は食らわないからダメージを与えとこう。50って、あ、倒した。僕だって強いんだ。よし、レベルアップ。魔力ゼロなんだ。まあ、いらないけどね。よし、こいつ何なんだ、何を持ってんだ。キラーアクスか。射程に入るか。一応これでいいかな、とりあえず。こいつなんだ、射程2から攻撃してきそうだな、サンダーで。これさくらやばいんじゃないか、もしかしたら。こいつはなんとかなる。ほら、てか倒したんじゃねえよ。いいね、モズメはやっぱり。27が2だから大丈夫だな。勝負あったな。こいつなんだっけ、キラーアクスだっけ、なんだっけ、キラーアクスだ。あぶねえ、死ぬかと思った。じゃあちょっとモズメでこいつをぶっ倒すか。後ろのやつを倒せねえし。匠でこいつを攻撃してクリティカルが出るとね、倒しちゃうんだよね。危ない危ない。モズメのレベルをやっぱ上げたいからな。モズメフェリシアがちょっとお気に入りキャラだからね。強なったかな。うん、そこそこ経験値あるな。で、居合刀で、フェリシアに変えよう。手裏剣だからこっちからいけんな。あ、いいや別に。で攻撃倒せる。準備はいいですか。おい、ありがとうございました。超経験値手に入った。よし、ヒットポイントと魔力が上がってくれた。甚大な薙刀。 OK、 殲滅完了。まあ、ターン数的には余裕でしたね。ありがとうございます。いや、超怪しいよこいつ。おかげで助かりました。僕はロンタを、トーマ王のお世話をしていた小将です。何ですって。トーマ王の、殺せ、殺すんだ。あなた、トーマ王ハイドラの小将だった。小将っていうのが、しかも、はい、今この国にわずかに残った人々は外に出ることさえ許されず奴隷のような暮らしをしています。僕はトーマ王のそばに仕えていたのですが、あの王は普通ではありません。恐ろしい悪魔のような存在です。その理不尽さで横暴なやり方に嫌気がさして、やっとの思いで脱走してきたのです。それで追われていたのね。じゃああなたはハイドラの居場所を知っているの。もちろんです。ずっとそこにいたのですから。やったー、こんなラッキーあるんだね。え、もしかしてあなたたちはトーマ王のところに。はい、私たちはトーマ王を倒すためにやってきたのです。お願いです、ロンタオさん、トーマ王のところまで案内してくれませんか。倒すなんてそんなことができるとは思えません。それにせっかく逃げてきたのに。すみません。ですが私たちは本気なんです。彼を倒せばあなたも逃げる必要はなくなります。私たちに力を貸してくれませんか。はい、わかりました、協力します。いえ、協力させてください。僕ももう逃げ続けるのは嫌です。トーマ王がいるのはローラン、難攻不落の祈願城ローランです。そんなこと言われてもどこだかさっぱりわからん。ここ、来るか、ミカミックス。こいつ誰、あれ、なんかミコトみたいな感じじゃん。はい、アクアという娘も来ます。そうか、二人揃ってくるとは。これもまた一強か。っていうか死んだ奴らを操るって言ってたからミコトとかも操られてんのかな。というところで第19章終了しましたので、また次回やっていきたいと思います。